そうでしたね。はい、大変いい床を大変あのエレガントにやりこなしてとっても感心したんですけれども、ジュニアの大会で優勝したんですが、はい、今回少し身長も伸びてまた線も良くなったと思いますし、はい、期待したいですね。まあ、彼女の見どころって言いますとタンブリング、それとスピードもあるようですね。そうですね。それから線の良さ、さあ曲はタンゴフラメンコです。の中で特にあの、はい、フィーリングだとかエレガンスだとか、それからのファンタジーだとかっていうものをふんだんに盛り込める種目なんですね。で彼女の間の取り方、リズム、もう見てる人の心をこう引きつけ引きつけ最後まで引っ張っていくというような大変いい感じですね。さあ彼女のその良さの一つ、タンブリン系の見事な動きですね。